1974から1975シーズンの NBA は NBA の29回目のシーズンである。ドラフトではビル・ウォルトンがポートランドトレイル・ブレイザーズから全体1位指名を受けている。他、ボビー・ジョーンズ、スコット・ウェドマン、キャンピー・ラッセル、ジャマール・ウィルクス、ブライアン・ウィンターズ、モーリス・ルーカスらが指名を受けている。 チーム数が18チームに増えたことにより、プレイオフ出場枠は8から10に増加され、そのため、プレイオフのトーナメント方式も変更された。1回戦は、第4シードと第5シードの2チームのみで戦い、その勝者が、カンファレンス準決勝で、第1シードと戦う。勝者は、カンファレンス決勝に進み、カンファレンス準決勝のもう一方のブロックである。 第二シード対第三シードの勝者とファイナル進出をかけて争う。ゴールデンステートウォーリアーズ4からレイワシントンブレッツ1960年代、前半のゴールデンステートウォーリアーズは期待のセンター、ウィルト・チェンバレンに率いられ、リーグ有数の強豪チームとして、ボストンセルティックスと歯を競った。1965年に、チェンバレンが去って、以降は、 ネート・サーモンドがチェンバレンに代わるエースセンターとしてチームの中心を担い、1967年にはファイナルに進出、以後も中堅チームとしての地位を守り続けたが、リーグはミルウォーキーバックスなどの進行チームが幅を利かせるようになり、ウォリアーズは上位争いからはほど遠い位置にいた。シーズン前、ウォリアーズは決断を下した。 すでに30歳を過ぎ、成績が加工し始めた、レートサーモンドを、シカゴ・ブルーズにトレードに出したのである。トレード内容は、ウォリアーズのサーモンドに対し、ブルーズからは、センターのクリフォードレイト将来のドラフト一巡目、指名権、現金50万ドルだった。チームのスターを出してまで、ウォリアーズが欲したのは決して、クリフォードレイではなく、あくまで現金だった。つまりウォリアーズは、 チームの再建に入ったのであり、このトレードに周囲はウォリアーズのプレイオフ出場はないだろうと予想していた。しかしウォリアーズはチームにとっても予想外の検討を見せ、1972年からウォリアーズに加わったリックバリー、新人王を獲得したジャマール・ウィルクスらが中心を担い、またクリフォードレイもトレード時の予想を上回る貢献を見せ、48勝を記録して、 デビジョン優勝を果たした。この年のプレイオフは60勝を達成した、ボストンセルティックスとワシントンブレッツのイースタンに今日に注目が集まった。ウエスタンには50勝以上達成したチームはおらず、そのため、セルティックス対ブレッツのイースタンカンファレンス決勝は、事実上のファイナルと言われた。シリーズは4勝2敗で、エルビン・ヘイズ。 ウェスアンセルドラを擁するワシントン・ブレッツが勝利し、4年ぶりにファイナルに進出した。一方のウエストからは、カンファレンス決勝で、シカゴ・ブルズを第7戦の末に破った、ゴールデン・ステート・ウォーリアーズが勝ち上がってきた。ブレッツは、ケイシー・ジョーンズ、ウォリアーズは、アル・アットルスがそれぞれヘッドコーチを務めており、このファイナルは、アメリカメジャースポーツ史上初の、 黒人ヘッドコーチ同士の対決となった。レギュラーシーズン60勝対48勝のチーム同士の対決であるため、ファイナルの行方は明らかであるように思えた。しかしファイナルは意外なところから横槍が入った。ウォリアーズのホームアリーナであるオークランドアリーナがファイナル期間中に使用できず、試合はサンフランシスコのカウパレスで開催されることになった。 ブレッツのメンバーはこのカウパレスで一度もプレーしたことがなく、そしてウォリアーズのエース、リックバリーにとっては、サンフランシスコ・ウォリアーズ時代からの相性の良い場所だった。さらに通常のファイナルは2から2から1から1から 1, から1フォーマットで行われるが、スケジュールの都合上、第一戦をブレッツのホームコートで行う1から2から2から1から1フォーマットに変更された。 このフォーマットはファイナルを自らのホームコートで始めたいブレッツの希望で決められたのだが第2戦、第3戦を続けて敵地オリアーズのホームコートで戦うことがブレッツにとってはアダとなった。ブレッツはレギュラーシーズンの成績で遥かに下回るオリアーズにまさかの4戦全敗のスイープ負けを喫するのである。ブレッツの誤算は大事な第1戦を落としたことにあった。 シカゴブルズとのカンファレンス決勝を第7戦まで戦い、疲労困ぱにあるはずのウォーリアーズは前半で14点のリードを奪った。ブレッツは後半に懸命な巻き返しを見せたが、レギュラーシーズンの平均出場時間が15分に、満たないフィル・スミスが31分の出場で20得点を記録する活躍などで、101から95でウォーリアーズが勝利した。 初戦をつまずいたブレッツは、立て直しの機会を与えられないまま敵地、サンフランシスコでの2連戦へと突入するのである。カウパレスでの第2戦では、リック・バリーが36得点を記録して92から91で、ウォリアーズが2連勝を飾る。さらに、第3戦でもバリーは38得点を記録し、ウォリアーズは、あっという間の3連勝で優勝に王手をかけてしまった。 ウォリアーズの快進撃を支えるのはここまで平均35得点のリックバリーの活躍の他にジャマール・ウィルクスのウェース・アンセルドに対するコーディフェンスもあった。スモールフォワードであるウィルクスはセンターのアンセルドをこの3試合で計29得点に抑えていた。さらにブレッツを圧倒したのがウォリアーズのベンチ陣であった。この3試合で ブレッツのベンチ総得点53得点に対し、ウォリアーズは115得点だった。後がなくなったブレッツは長く辛いロードに連戦を終えて、ようやくホームのワシントン DC に戻った。巻き返しを図りたいブレッツは、第4戦の序盤に14点のリードを奪うことに成功した。そしてブレッツのケイシー・ジョーンズ HC は、 リックバリーを止めるべくマイク利ダンに徹底マークを命じた。利用ンは非常に激しいディフェンスでバリーに当たった。そして利ダンは第1球の中盤にドライブしたバリーに後ろから激しいファウルを犯した。すでに多くのストレスを溜めていたバリーは利ダンを押し返した。一気に緊迫したコート上の二人の間に割って入ったのは ウォリアーズのあるアットルス HC だった。あろうことか、アットルスはバリーをなだめるどころか、自ら利用ンに食ってかかったのである。当然、アットルスは退場を言い渡されたが、しかしアットルスの行為で、リック・バリーの退場という最悪の事態は避けられた。アットルスが、恋に騒ぎを起こしたかは定かではないが、その後ウォリアーズは、バリーの活躍で逆転を果たし、バリーは、 大ブーイングが鳴り響くアリーナの中で最後のフリースローを決め、96から95でウォリアーズが勝利し、19年ぶり3度目の優勝を決めた。ファイナル MVP にはリック・バリーが選ばれた。ありがとうございます。